雨の日に香を焚く。梅雨前には今年はきっと空梅雨だろうということでしたが、梅雨に入ってからは今日まで二度の雨で、二度ともよく降りました。私は雨の日が好きです。それは晴れた日の快活さにも求めることのできない静かさが味わわれるからであります。毎日毎日降り続く梅雨の雨は、私のような病気がちな者にとってはいくらか鬱陶しすぎるようですが、それすらある程度まで外界のうるささから逃れて、静かな心持ちをゆっくり味わうことができるのを喜ばずにはいられません。梅雨の雨のしとしとと降る日には、私は好きな本を読むのすらもったいないほどの心の落ち着きを感じます。こういう日には何か優れたものが書けそうな気もしますが、それを書くのすらもったいなく、できることなら何もしないで静かに自分の心の深みに降りていって、そこに一人を遊ばせ、一人を楽しんでいたいと思います。香を焚くのはどんな場合にもいいものですが、とりわけ梅雨の雨の中に香を聞くほど心の落ち着くものはありません。私は自分一人の好みからこの頃は白檀を使いますが、青葉に雨の鳴る音を聞きながら、じっと目を閉じて、部屋いっぱいに漂う忍びやかなその香を聞いていると、魂は肉体を離れて、見も知らぬ鳳雲林の小道にさまよい、雨は心に降り注いで、潤いと柔らかみとが自然に染み通ってきます。この潤いと柔らかみとは、自然と我との融合飽和になくてはならない最小の媒介者であります。私の魂が宇宙の大きな霊と信仰感応するのもこの時、草木鳥虫の小さな生と忍びやかに語るのもこの時、今は見るよしもない墓のあなたの故人を呼び覚まして、王子をささやき交わすのもこの時です。香の煙の消えるともなく弱っていく頃には、私の心も軽い疲労を覚えてきますので、私は立って窓障子を押し開きます。心の内に落ちているとのみ思っていた雨は、外にも同じように降りしきっているのでした。薄暗い庭の片隅に、紫陽花が花も葉もぐしょ濡れに濡れそぼって立っているのが見えます。幽会の夢でも見ているような青白い微笑を目尻に持っているこの花は、梅雨時になくてならないものの一つです。口なしの花、ネムの花、どちらも昼日中夢を見る花ですが、紫陽花のように寂しい
陰鬱な夢を見る花は他にはありません。アジサイのすぐ隣にタチアオイの赤と白との花が雨に濡れています。梅雨季の雨と晴れ間の日光とを変わる変わる味わうために茎は柱のようにまっすぐに突っ立ちながら、花は皆横向きにくっついているのはこの草です。私は立ち葵を描いた光琳と剣山との作を見たことがありますが、兄弟相談して描いたかとも思われるほど互いによく似ていました。茎と花とが持っている図案的の面白みはどちらにもよく出ていましたが、土からまっすぐに天に向かって突き立っているこの草の力強さと厚ぼったさとは剣山の方によく出ていたように思います。作者の人柄が映っていたのかもしれません。しばらくするうち雨は小降りとなり、やがて夕日が少しずつ漏れるようになりました。湿気を帯びた新鮮な風がさっと吹いてくると、ぐしょ濡れになって突っ伏していたそこらの木々は、犬が身震いして水を切るように体中の水気を跳ね飛ばして勢いよく起き上がりました。ひたなきに涙を流した後の喜び、そういったような静かな快活さがあたりに流れました。日暮れ前のこんな時にしみじみと見とれるのはネムの花です。雨の晴れ間を田んぼへ出てみると、小川には薄濁りした雨水が田のあぜを浸すまでに満ち溢れていました。それを見ると子供の頃、こんな出水のあった晩によくナマズ切りに出かけていったことを思い出しました。手頃の竹竿の端に草刈り釜を結びつけたのを片手に、今一つの手には松明を持って出かけるのです。暗がりの小川の岸伝いに松明をふりふりたどっていくと、ほかげを慕った大ナマズがたまにパクリと水音をさせて、その大きな頭を流れの上に持ち上げます。と見ると、やにわに片手に持った長江の草刈り釜を振りかざして、その頭をめがけて、はっしと打ち下ろすのです。川狩りとしては少し残酷なようですが、私たちの子供の頃は梅雨の雨が降り続いて、それが下り闇の夜にでもなると誰が言い出すともなく、ナマズ切りにでも出かけたいなあということになって、二人三人小さな身の傘を着て大人の尻についてボソボソ出かけたものです。いつでしたか、高田露伴氏が京都大学の講師をしていられる頃、お目にかかっていろんな話の中にこのナマズ切りのことを話したことがありました。高田氏は名高い魚釣りの名人ですが、私の話を聞くと不審そうに小首をかしげて、そうですか。しかし、ナマズは生まれつきひどい臆病者ですから、松明の明かりを見たら、尻込みこそすれ、
水の上に浮き上がってくるはずはないんですがね。と言われました。私はせっかくの香田氏の言葉でしたから、ナマズが大の臆病者だということは信じてもいいような気がしましたが、そうかといって臆病者だから水の上にパクリと頭を持ち上げたというのが疑わしいような口ぶりは承知ができかねました。なぜといって私は子供の頃幾度かそれを見かけたばかしか、自分でも一度はその大きな頭に鎌を打ち込んだこともあったのでしたから。この頃咲くものに柿の花と馬鈴薯の花とがあります。どちらも実を結ぶことができたらそれで十分だ。その他のものは一切贅沢だといったようなごく寒木で質素な花です。そこらの農夫が木の端くれで刻んだか、紙切れで折ったかといったような、いわゆる農民芸術の味があるのはこの花です。柿の花の持っているあの安香水のような甘い匂いも、自然が必要に迫られたからの小さなおごりに過ぎないのです。草も木も緑をもって誇りとしているこの頃の世界に、たった一人茎も葉も紫で、おまけに体中から紫色の香をプンプン放散しているシソこそは最も特色のある草です。その昔、京都丸山の茶寮でいろんな人の女房たちが衣装比べをしたことがありました。誰も彼もが金銀を尽くして贅沢を凝らした中に、一人中村蔵之介の妻は尾形光琳の趣向で、打ち掛け着付けとも黒羽舞台の無地、その下には白むくをいくつも重ねていましたが、この方が見飽きがしないというので大層な評判を取ったそうです。しその紫にそれほどの趣向と用意とはなさそうで、ことによったら造花の絵の具皿に紫の色しか残っていなかった時の想像かもしれませんが、それにしても色も香も紫ずくめに塗りくった放淡な衣装は、時が時だけに十分の効果が見えます。